皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、イベントがね、15日に無事、開催されまして、参加してくださった皆さんありがとうございます。いや、なんか本当に秒で終わっちゃったって感じ。オンラインでテレビ電話のイベントだったんだけど、お話しできる時間も前回のイベントよりすごく短くて、始まったと思ったら本当一瞬で終わっちゃったっていう私の体感だったので、もっと話したかったなっていう方とか、あと電波がちょっと悪くて思うように話せなかった方とかもいたので、またなんかやりたいなと思ったんですけど、もう本当すごく楽しかったし、なんか元気をもらえたので、またね、なんかイベントがあったら来てほしいなと思います。私イベントとかがあるとそわそわして、なんか熟睡できないタイプなんで、なんか遠足前がずっと続いてるみたいな。本当 2,3 時間ぐらい寝て目が覚めちゃうのを 1,2 週間やってたから、ちょっと寝不足気味だったんですけど、この1週間ずっとほぼ寝てました。突然1週間休んですいませんでした。はい、というわけで今日からまた元気にスタートしていこうと思うんですけど、今回はセリアの購入品を紹介していきたいと思います。なんかね、思いのほか買ってた。いっぱい日用品がメインかも。まあ参考になるものももしかしたらあるかもしれないので、まったり見てくれたら嬉しいなと思います。まずこの見えてる封筒からよな。角型2号と3号の封筒を2つ買いました。マチがないタイプの封筒なんですけど、後ろにわかるかな、ちょっと透けてるここの白い部分、これをビリって剥がしてこうつけると、これはもう閉じれるよってやつ。これもそうだと思って買ってたけど、これはテープ内径だった。これはどっちも定形外の郵便になるんですけど、グッズの整理だったりとか、あとお洋服のちょっとした断捨離だったりとかをしてて、封筒がなくなったので買ってきました。お休みしてた期間、お友達にあげる予定だったんだけど、ずっと送ってなかったトレカとか、なんかその子の推しのグッズを集めてたやつもう全部送ったから、ほんともう大きいのがなくなっちゃったので買いましたね。会った時に渡そうと思ってもさ、もう会う機会がないのよね。特に K-POP 好きでさ、好き、お友達になった子とかは現場がないから会う予定がないから送ったって感じ。ででん、メラミントレーシェルっていうものを買いました。貝殻型なんだけど、なんかピンクとね、青のなんかなんていうの、こういう柄流行ってない？最近こないだのなんか韓国福袋みたいなやつに入ってたトレーをアクセサリー置きにしてるんですけど、そういう感じで使えたらいいなと思って、まあ何にでも使えるかなと思って買ったのね。ただこのトレーがシェル型と、あと普通に四角、なんか長方形みたいな形があって、長方形にすればよかったかなってちょっと思ったりもしてるけど、なんか同じようなカラーと、あとね、青っぽいカラーがあったかな。でちょっと韓国雑貨っぽいなと思って買ったんですけど、これにしました。これはね、最後の一つだったの、この色が。だからもしかしたらもうすでに知ってる人もいるかもっていうか、なんか人気商品なのかもって。いや本当に日用品ばっか買っちゃってんな。お花を買いました。造花なんですけど、ひまわりだよね多分これ。ひまわりのお花がね、造花がね、3、4種類あって、この中で一番ちっちゃいサイズのこちらのひまわりを買いました。ジェネのねツアーが始まったということで、黄色推し色黄色のなんかゲットレディウィズミーを撮りたいなと思って、ちょっと小道具的な感じで使おうかなと思って買いました。可愛くない？なんかここの真ん中のとこが茶色のやつとこの黄色のやつがあったんですけど、茶色の方がひまわりっぽいなとも思ったんだけど、黄色にした。黄色強めのやつにした。あとはね、これクッキングシートとフリーザバッグの M サイズ、これはリピ買いなんですけど、こっちはまあ普通に収納のバッグが入ってるんですけど、プチ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 って閉めるやつじゃなくて、こういうスライドのこういうのがあるものを買いました。なんかこうスライドのやつってさ、空気が全部抜けてない気がするじゃん。ちゃんと圧縮できるというか、ちゃんと空気を抜いたまま保存してくれんのよ。プチトマトを私ほんと毎日20個ぐらいずつ食べてるんだけど、大量に買うじゃん。それをここに移して、袋からこうやって食べながらテレビ見たりしてるんですけど、そういう感じで使ってますね。でクッキングシートは最近そのキュウリダイエットを始めたということで、普段食べてるもの、キュウリ以外のものもちょっとヘルシーなものにしようかなと思いまして、ポテチをやめたんですよ。でポテチの代わりにささみチップスをすごい食べてるんですけど、本当私味も大好きで、なんならポテチより好きなのではっていうぐらい好きなのね、ささみチップス。なんか前に動画で多分出したと思うんだけど、本当パリパリに仕上がるし、チンでできるからめっちゃ簡単だね。でその時に使うのでクッキングシートを買ってきました。あとはこちらスポンジボブの手口拭きでございます。なんかキャラクターグッズがめっちゃ増えててびっくりした。なんかスポンジボブもだし、あとはねクレヨンしんちゃんとかドラえもん
とか、あとサンリオとかディズニーはもともとあるじゃん。ね、ミッフィーとかもいたわ。コーペンちゃんとかもいて、なんか本当にキャラクターものがめっちゃ増えててびっくりしました。マスクなんですけど、私のママがですね、この世のマスクの中で一番使いやすいマスクはこれだということを発見したらしくて、ゴムがね、ほんと耳が痛くならないの。若干大きいんですけど、ゴムのところが耳が全然痛くならないゴムなので、メイクがよれてもいい時、なんかもう撮影とかが終わってメイクがよれても全然いい時とか、なんか今日はマスク外さないだろうなみたいな時はこれをつけております。でメイクがよれてほしくない時は、あの KF94 だっけっていう韓国のこういうなんかマスクをつけてるんだけど、まああれも別に息苦しいとかそういうのはないんだけど、こっちの方が楽なのよね。なのでこれを買いました。すごく日用品なんですけど、綿棒でございます。私このさ、ヘッドの部分っていうの、この綿棒のこの先っちょ部分がちょっと太いやつが好きなんですよ。ほぼほぼなくなっちゃってたので買いました。あとこれはね、靴の中に入れられるジェル、サンダルとかの前に入れとくとこう滑んないから歩きやすいみたいなやつなんですよ。で私基本的に靴がね、 S サイズでもちょっと大きかったりするんですよね。ローファー19センチ女なのでマジで足ちっちゃくてウケるんだけど、こういうのをなんか前に貼って滑り止めにするっていう感じで靴は履いてるんですけど、なんかわかんないけどこういうのってすぐなくしちゃうんだよね。どこに置いてきちゃってんだったかね。なんか最近履いた靴、新しく買った靴が可愛いんだけど、マネージャーさんに長い距離歩く靴じゃないよって言われて、その助言通り、その1日履いてお家帰って足が本当に歩けないぐらい、本当痛すぎて歩けないぐらい水ぶくれだらけのボロボロの足になりまして、ちょっとそれでも可愛いから履きたいなと思って、このジェル入れたら履けるんじゃないかなと思って買ってきました。であとはこちら、ドゥドゥン、これめっちゃ可愛くない？このハートのパールっぽい感じのシールです。用途とかは全然考えてないんですけど買っちゃいました。硬質カードケースのデコレーションとかにまあ使えるかなって思ったのと、本当に可愛くて、まあ、とりあえずなんか私最近さ、あの携帯のケースのここら辺のシールを全部取ったのよ。取ったっていうか取れちゃったっていうのが正しいんだけど、スマホのこのリングも自分のグッズつけてたんだけど、もうポロポロになっちゃったんで、ただサンキューマートで買ったやつを買ったの、この貼ってあるのね。この手のところを見せるとコメント欄がざわつくと思うんですけど、こちらででん、なんか酔って大西留学のなんか明星についてきたシールを貼ってしまっていて、3日後ぐらい貼った3日後ぐらいにちょっと気づいたんですよね。あの大西留学以外はあのケースにあのシールがない状態なので、ここら辺とかにもなんかハート貼れたら可愛いなと思って買いました。で最後がこちらです。ででん、これがねプーさん のハンカチなんだけど、めっちゃ可愛くてふわふわなのこれ。いやでもこれ洗ったらなんかこのふわふわ加減がどうなんだろうな。可愛い、ふわふわタオルっていうシリーズでなんか4種類くらいあったんですけど、プーさんを選びました。めちゃめちゃ可愛いです。というわけでこんな感じでございました。あの久しぶりの動画が楽しすぎて、あの喋りすぎちゃったかもしれないんですけれども、いかがだったでしょうか。本当になんか日用品がメインだったわ今回。紹介してからちょっと気づいたけども、なんか大丈夫かなって感じなんですけど、気になるものがあったらぜひぜひセリア行ってみてください。それではジェコバナーでした。バイバイ。